ジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは清水。第1球を投げました。打ったバックネット方向、ファウル。打った流し打ち、ヒットになります。川上レフトへのツーベースヒットを許しました。ここでチャンスにはめっぽう強い新岡。投げました、打った、引っ張った、本塁を送る。フィルダースチョイスが記録されます。ここでバッターは高橋。さあ場内は吉野コール。打った、いい当たりだ、ヒット。二塁ランナーそのままホームへ向かう。清水今ホームイン。ジャイアンツまずは初回先制。一塁ランナー三塁回ってホームへ、高橋タイムリーヒット。ジャイアンツまずは2点先行。高橋ランナー一走のスリーベース。打った、痛烈な当たり、ライトの左、ライトの後ろ、ワンバウンドヒットになった。
三塁ランナー今ホームイン、清原タイムリーヒット、川上センターへのツーベースヒットを許しました。ノーアウトランナー二塁となって続くバッターは国防、ジャイアンツ追加点のチャンスを迎えています。一二塁間抜いていった、これはヒットになります。一塁間ボールが点々としている、ライトバックホーム、ビッグイニングになった。川上右中間へのツーベースヒットを打たれました。そしてバッターボックスはローズ、さあ1球目引っ張った、いい角度で上がっている、入ったー、ツーランホームラン、オレンジ一色に染まったライトスタンドに吸い込まれていった。初球から思い切っていきました。川上打ち砕かれました。6対0、ジャイアンツリードを6点に広げました。